はいどうも、GO!NO!GO!GO!TV です。今回はこちら。去年の年末におもちゃ屋さんの倉庫で買ってまいりました。仮面ライダーぶっ飛ばソウル、オフィシャルメダルホルダー。こちらを紹介していきたいと思います。こちらの仮面ライダーぶっ飛ばソウル、オフィシャルメダルホルダーなんですけど、発売は2016年の12月に確か発売されたものだったと思います。確かですね。はい。で、まあ値段の方はおもちゃ屋さんの倉庫で、1280円で買ってまいりましたね。当時の定価が3500円のものを1280円で買ってまいりました。税別ですね。はい。というような感じで、まあ、こちら買ってきた動画は、おもちゃ屋さんの倉庫で買ってきたものを紹介してみたって動画がありますんで、またここのカードと概要欄の方には貼っておきたいと思います。はい。ということで、まあ、こちら今回は紹介していきたいと思います。まあ、実際に僕がいつも使っております、ぶっ飛ばソウルメダルを24枚入れて、まあ、こんな感じになりますよっていうのも紹介していきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。では、箱の方見ていきましょう。箱はまあ、正面はこんな感じで、で、まあ、こちらにダイキャスト製黄金のレアメダル1枚付属ということで、仮面ライダーエグゼイド、ハンターアクションゲーマーのものがありますね。はい。で、まあ、こんな感じですね。で、上はこんな感じで、まあ、メダルホルダーの正面と背面の絵が描かれておりまして、ここはまあ仮面ライダーぶっ飛ばソウルって書かれておりますね。で、反対も一緒ですね。なんか紙がついてましたね。はい。で、おこんな感じ。まあ各ライダーのハンターゲーマーと、あとはスポーツアクションゲーマーですね、ゲームは、が載っております。で、裏面はこんな感じ。裏面はこんな感じで、ぶっ飛ばソウルメダルを最大24枚収納可能ということで、セット内容がメダルホルダー、ぶっ飛ばソウルメダルという感じですね。で、あとはまあ使い方が書かれておりますね。アタッチメントがあってのスライド式かなになっております。で、まあ、あとはぶっ飛ばソウルの遊び方とか、まあ、説明が書いてありまして、白仕様となっております。白プラスホロ仕様、超豪華両面イラスト仕様って書いてありますね。はい、ということでもう取り出していきましょう。はい、ではテープ切ったんで取り出していきたいと思います。さあ、じゃあどんな感じかな。お、段ボールってなんかこういうちゃんと補強されておりますね。さあ、ドン。おお、いいねこれ。こんな感じで入っておりますね。で、今ちゃんと、おお、かっこいい。裏側めっちゃかっこいいじゃないですか、これ。超絶かっこいいんですけど、裏側。と、ということで。メダルはこの中に入ってるんじゃないかなと思いますね。ちょっとなんか変なカットになってると思うんですけど、ちょっと顔がめっちゃ映ってたんで、ちょっとアングル変えさせてもらいますね。こんな感じ。仮面ライダーぶっ飛ばソウル。かっこいいな、これ。エグゼイド好きな人たまらんのじゃないですか、これ。まあ、各ハンターゲーマーと、あとは、アクションスポーツゲーマーが映っておりますね。まあ、初期の頃とはいえ、なかなかかっこいいですからね、これ。で、これ裏がもうやばいんですよ。裏。豪華すぎんこれって感じなんですけどね。各ライダー、各ライダーというか、まあ、アギトとダブルとゴースト、で、あとクーガかな。クーガ、龍騎、ディケイド、デンオウが映っておりますね。で、各最終フォームかなが映ってる感じですね。これはいいですね。めっちゃかっこいいじゃないですか、これ。ぶっ飛ばソウルって書かれておりますね。はい、こんな感じになっておりますんで、ちょっと中開けてみましょうか。これスライドさせれば開く仕様ですね。おー、結構いい。で、ここに、こちらですよ、こちら。こちらにダイキャスト。ダイキャスト。ダイキャストのメダル。2枚目。ようやく2枚目ゲットしました。仮面ライダーエグゼイド。ハンターアクションゲーマー。レアリティ6蹴りタイプの5500ですね。エグゼイド。いい。やった。ここでもらえるとはって感じですけどね。ダイキャスト製2枚目。これはもうベスメン入り。ベストメンバー入りですね。で、中はこんな感じになっておりますね。めちゃくちゃいいですね。ここに指入れてこうちゃんと取り出しやすいような感じになっておりまして。で、まあ、各、この箇所に1枚ずつですね。1枚ずつメダル入れることができます。で、まあ、こちらに12枚ということで、まあ、12枚ずつで24枚メダル入れることができますんで、僕も早速ちょっとベストメンバーをこの中に入れたいと思います。まあ、とりあえず今まではこちらの、まあ、ぶっ飛ばソウル系の動画の時にまあ結構言ってると思うんですけど、こちらのキャンドゥさんの100均のメダルホルダー、
を使ってたんですけど、これ一応12枚こういう感じで12枚とか、まあ、12個入れる場所があって、上と下で24枚入れるんですけど、これ下が見えないんですよね。ですのでこういった感じの24枚あった方が見やすいと思いますんで、とりあえずこの中のベストメンバーをこの中に入れて、で、まあ、今まで使ったこちらの100均の方にはエナジーアイテム専用として使っていきたいなと思っておりますんで、ちょっとベストメンバー組みたいと思います。はい、ではベストメンバー組めましたんで見ていきましょうか。歴代順に行きましょう。まず、まあ、新1号ですね。で V3 で仮面ライダー X ストロンガー、スカイライダースーパーワンで、クーガーアメージングマイティで、アギトはエクシードギルスですね。で龍騎、ファイズアクセルフォーム、仮面ライダーグレイブですねで仮面ライダートドロキですねちょっとこの辺主役じゃないんですね。主役でちょっと強いのがあんまりいなかったんで、まあ、この辺は他のライダーで補ってる感じですね。で次がこちら、カブトはダークカブトですね。こちらがシークレットで、仮面ライダー電話は超クライマックスフォーム、こちらはダイキャスト製のメダルですね。で仮面ライダーキワはイクサバーストモードで、仮面ライダーディケードがディエンド、これも本当はディケードの強いやつ欲しかったんですけどないんですよ。で仮面ライダーダブルはサイクロン城かゴールドエクストリームの、まあ、これシークレットですね。めくればちゃんとゴールドエクストリームが入っております。でオーズはタジャドルコンボ、フォーゼはナデシコで、仮面ライダードライブもハートが一番強いんです。で仮面ライダーゴースト無限魂で、今回入手しましたこのダイキャスト製の仮面ライダーエグゼイドハンターアクションゲーマーで、仮面ライダービルドのエグゼイドフォームですね。こちらもシークレットになっておりまして、仮面ライダーアマゾンズからは仮面ライダーアマゾンネオという感じのベストメンバーですね。こう考えると意外と僕恵まれてないですねあんま強いのがいないっていう。でディケードに関してはもうディエンドの星2が一番最強っていうなんかディケード系の時はなんか引きが弱いんですよね。はい、まあ、こんな感じになっておりますんで、まあ、メダルこうホルダー開いた時の見た目もこんな感じになって、結構いい感じになりますね。でこうぶっ飛ばすオリアンながら、はあ、今日も当たらなかったなって言ってこうパザッと閉じたら、おかっこいいみたいな、ちょっとこういい感じのメダルホルダーですねこれは。はい、こんな感じになっておりますんで、まあぜひ皆様も、まあ、おもちゃ屋さん倉庫去年行った時に売ってたんで、まだちょっとあるかわからないんですけど、まあ、もし売ってたら1280円税別で買えますんで、まあ、気になった方はぜひこちらの仮面ライダーぶっ飛ばすオフィシャルメダルホルダー買ってみてはどうでしょうか。では今回もご視聴ありがとうございました。